はい、どうも、こんにちは。福田です。今日はですね、コインベースの特徴を徹底検証していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですが、この商品って実際のところどうなの？みたいな疑問についてお答えするデータ検証動画を日々、作っておりまして、実際のデータを見ることで、この商品はこういう前提で投資した方がいいとか、上昇相場や下落相場ではこうなる可能性が高いとかが、より明確にイメージできた上で、安心して投資できるようになると思いますので、よろしければ最後まで見ていってください。はい。では、まず基礎データからさらっていきましょう。今回取り上げるのが、コインベース、仮想通貨の取引所ですね。それになります。で、今回動画で見ていくものなんですが、銘柄単体の過去のパフォーマンス、これをまず検証していって、で、その次に、マーケット全体を出すベンチマーク、これのパフォーマンスとの比較をしていきます。で、検証期間は、2021年の4月14日から、2022年の11月31日までとさせていただきます。で、ベンチマークなんですけども、S&P500 のインデックスファンドの SPY と、ナスダック100のインデックスファンドの999、この2つをベンチマークとして設定させていただきます。で、見ていくリターンの種類はですね、今回ですね、個別銘柄ってことなんで、配当を再投資せずに受け取った場合のリターンである、配当受け取りのリターンで見ていきたいと思います。はい。では、ざっくり結論から言っていきます。こんな感じなんですが、まずこのコインベースへの投資前提、これはですね、基本的にはアメリカ株に対して強気っていうふうなスタンスになると思います。で、上昇相場でのパフォーマンスは、これは短期ではベンチマークよりリターンが高かったんですが、長期ではベンチマークよりリターンが低かったです。で、下落相場でのパフォーマンスは、これは概ねベンチマークよりリターンが低かったです。で、ここからパフォーマンス見ていくんですが、注意点が2つありまして、まず、ここから見ていくパフォーマンス、これの再現性は保証されていないということをご留意ください。で、あと、検証期間を変更すると、パフォーマンスが違ってくるかもしれないということをご留意ください。では、以上を踏まえた上で、ここからデータを見ていきたいと思います。はい。では、早速やっていきましょう。まずはですね、サンプル数って形なんですが、これは何かというとですね、ここの各投資機関における、このコインベースのリターンの個数になります。それなので、これで見ると、単日1営業日のリターンの個数っていうのは、これは412個あって、で、1.5年のリターンの個数っていうのは少ないんですけど、38個あって、で、2年以降はサンプル数がゼロなので、それなので、要はこの銘柄が上場してから11月30日までの間では、2年以降は経ってないですよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、このサンプル数だけ見てもよくわかんないんですが、とりあえずですね、これのサンプル数を元にして、これからの計算を行うっていうふうな、そういったことだけ頭に入れておいていただければと思います。では、お次にですね、上昇確率と下落確率を見ていくんですが、これはですね、今見たサンプル数の中で、どんだけの、割合が上昇して、どんだけの割合が下落したのかってことを示したものになります。で、単日で見ていくと、要は412個サンプルがあったんですけれども、そのうち大体45%は上昇したんですが、大体55%は下落していたっていうふうな、そんな形だったみたいです。で、これですね、ここの6ヶ月までは、比較的上昇もあるはあるんですけれども、ただ、この9ヶ月以降はですね、上昇がゼロで、下落が100%となっているので、それなので、基本的にこのコインベースですね、9ヶ月以上投資してた人っていうのは、全員が損してましたよっていうふうな、そういった形になるんじゃないかと思います。で、お次に平均リターンを見ていくんですが、これは各サンプルに対する平均値をまとめたものになります。で、これで見るとですね、このコインベースなんですけども、基本的にはこの期間、リターン自体はかなり悪かったっていうふうな形ですね。単日ベースで見れば、マイナス0.31%と、それほどでもないんですけれども、ただこれ1年間の平均リターン見ると、マイナス72.24%と、とんでもなくですね、パフォーマンスが悪いっていうふうな、そういった形になっていたことがわかるんじゃないかと思います。これ言い換えるとですね、要は、このコインベースに100万投資したらば、1年後に平均して、その100万円が28万円ぐらいになっちゃってたっていうふうな、そういった意味合いになります。で、お次に平均配当利回りを見るんですが、そもそもこのコインベースが配当を出していなかったので、ここはですね、すべてゼロとなっております。で、お次に、平均リターンのうちに占める株価変動によるリターンと配当によるリターンなんですけれども、さっき見た通り、配当はなかったので、それなので、ここの項目は、さっき見た平均リターンと、同じようなものになっております。
で、お次に標準偏差を見ていくんですけれども、まあ、標準偏差は一般的にリスクと呼ばれるものですね。で、これは単体で見てもよくわかんないんで、まあ、とりあえずですね、このコインベースのリスクの大きさっていうのは、まあ、大体こんな感じだったんだなっていうふうな形で覚えておいていただければと思います。これは後で比較のところで役に立ってくるので、まあ、そこだけ押さえておいてください。で、シャープレーションを見ていくんですが、これは投資効率を表すものなんですけれども、まあ、このシャープレーションもですね、まあ、単体で見てもよくわかんないので、後でのですね、ベンチマークとの比較のところで、しっかりやっていきたいと思います。で、お次に、最大リターンを見ていくんですが、まあ、これはですね、各営業日における、一番運が良かった人の、リターンっていうふうな形ですね。まあ、それなので、単日ベースだと、要は一番運が良かった人っていうのは、このコインベースに100万投資したらば、1営業日後に大体20万円ぐらい利益が出ていたってことになりますし、この1ヶ月のところであれば、100万投資したらば、一番運が良かった人っていうのは、1ヶ月後に大体82万円ぐらいの利益が出ていたっていうふうな、そういったことになるんですが、ただこれ、9ヶ月以降はですね、どれだけ一番運が良くてもですね、リターンがマイナスっていうふうな形になっていて、で、これ9ヶ月だと、一番運が良かったとしても、マイナス7.35%損失が出ていたんですが、これ1.5年になってくると、一番運が良かったとしても、資産がマイナス73.60%減っちゃってましたよと。つまり100万投資したらば、その資産が1.5年後に、大体27万円ぐらいになっちゃってたよというふうな、そんな形なので、まあ、ここからも、パフォーマンスはいかに悪かったってことがわかると思います。で、お次にですね、今度は逆に一番運が悪かった人のリターンである最小リターンを見ていくんですが、まあ、これ単日見るとですね、一番運が悪いと1日で26万円ぐらい損していたっていうふうな形なんですが、これ6ヶ月以降がですね、まあ、どんぐりの末黒いみたいな形になっていて、6ヶ月間で一番運が悪かった人っていうのは、100万投資したらば84万円ぐらい損していたんですが、これ1.5年でもそんな変わらなくって、100万投資したらば83万円最大で損していたんで、まあ、それなので、まあ、とりあえずこのコインベースっていうのは、なんか、パフォーマンス自体は、まあ、かなり悪かったんだなっていうふうな、そういったことをですね、まあ、ちょっと、留意しておいていただければと思います。とりあえず、これが単体でのパフォーマンスの検証でした。では、お次にですね、この、コインベースと、あと、マーケット全体である、エンデックスファンドですね、まあ、それの SPY と比較をしていきたいと思います。では、まず平均リターンから比べていくんですが、まあ、このコインベース基本的に、パフォーマンスは悪かったんですけれども、ちょっとですね、数字が潰れちゃって見づらくは見づらいんですけれども、そもそもですね、この SPY 自体も、この期間っていうのは、パフォーマンスはそんなに良くなかったってことがわかります。これ単日ベースで見てみると、プラス0.01%と、ほんのスズメの涙程度のプラスにはなっているんですけれども、ただですね、これ、1年になってくると、平均して、マイナス7.84%の損失っていうふうな形になっているので、まあ、それなので、それと比べるとコインベースは10倍近くの損失を出してはいるんですが、いずれにせよ、この期間っていうのは、そもそもマーケット全体が軟調だったよっていうふうな、そういったことを覚えておいていただければと思います。では、お次に平均配当利回り見ていくんですが、まあ、そもそもコインベースがゼロなので、まあ、SPY の平均配当利回りが、この間何パーだったのかってことを見ておいていただければと思います。とりあえず1年間で見てみると、この間の1年間の平均配当利回りっていうのは、1.40%だったみたいです。で、お次に、リスクの大きさ、比べていくんですけども、さっき、単体で見てもよく分かんなかったんですが、これ SPY と比べてみるとですね、まあ、なんとなく、意味を成してくるように見えていて、これですね、このコインベースなんですけども、ここの単日から1年にかけての期間においてはですね、基本的には SPY よりも、リスク自体は高かったっていうふうな形ですね。特に、この単日から9ヶ月まではですね、まあ、圧倒的にコインベースの方が、リスクが高くなっているんですが、ただこの1年に関しては、その差が結構ぐっと減っていて、で、この1.5年は、まあ、サンプル自体はすごい少ないんですけども、この期間に関して言うと、コインベースの方が SPY よりもリスクは低かったってことがわかると思います。で、お次にシャープレシオを比べていくんですが、まあ、これもですね、めちゃくちゃわかりづらいんですけども、まあ、とりあえずこれ見た感じではですね、コインベースの方が SPY よりも、リターン自体は低くて、で、しかも、なんとなくリスクは高い感じだったので、まあ、それなので、シャープレーションで見た場合でも、このコインベースは SPY よりも負けてるっていうふうな、そんなことが分かると思います。まあ、ただ、ここで注意しておいてほしいのが、まあ、そもそもですね、この SPY 自体も、この期間は、シャープレーションはマイナスに突っ込んでいたっていうふうな、そういったことだけ覚えておいていただければと思います。
で、お次に見ていくのが、連動性を表す相関係数なんですけれども、この1.5年のみですね、まあ、これサンプルが少ないからと思うんですが、マイナス0.01と、かなりですね、無相関というふうな形になっているんですが、まあ、基本的にはですね、このコインベースと SPY っていうのは、連動性は、まあ、それなりに高かったってことがわかるんじゃないかなと思います。単日ベースだと0.59なんで、まあ、それなので、まあ、大体ですね、80%ぐらいは、上昇と下落の方向っていうのは、一致するっていうふうな、そんな形になっていて、で、これ、6ヶ月、9ヶ月、1年がですね、まあ、ほとんど1に近い数値になっているので、まあ、それなんで、このコインベースって、あくまで仮想通貨のですね、まあ、取引所っていうふうな、そんな形ではあるんですけれども、ただですね、この SPY と連動性は、まあ、結構高かったっていうふうな、そういったことを覚えておいていただければと思います。で、お次にですね、リスクバイズ見ていくんですが、これはですね、コインベースのリスクを SPY のリスクで割った数値、つまりはコインベースが SPY に対してどれだけリスクを取っていたのかってことを示したものなんですけれども、まあ、これ見るとわかる通りですね、まあ、1.5年のみ、コインベースの方がリスクは低かったんですが、単日から1年にかけては、まあ、基本的にはコインベースの方が SPY よりもリスクが高かったってことがわかると思います。で、お次にベータ値見ていくんですけれども、これはですね、相関係数とリスク倍率を掛け合わせた、この SPY の値動きに対するコインベースの値動きの感濃度を表したものになるんですけれども、これ見る限りでは、1.5年のところだけですね、相関係数がほぼ無相関だったので、ほぼゼロになっているんですけれども、基本的にはですね、この SPY の値動きに対する、この感濃度はですね、それなりにあったというか、むしろ高かったっていうふうな、そういったことがわかるんじゃないかなと思います。で、このベータラスターですね、ベータによるリターンとアルファによるリターンがどのくらいだったのかってことがわかるんですけれども、これ見るとですね、結構惨憺たるもので、基本的にアルファによるリターンが結構多くて、で、なんだかんだでベータによるリターンもマイナスが出ているので、それなんで、基本的に SPY 自体が不調だったから、このコインベースのマイナスっていう部分が発生したっていうような、それも一旦あるんですけれども、ただですね、このコインベースのマイナスのリターンのうち、大部分はですね、このコインベースっていう個別銘柄を選んでしまったことによって、出た損失ですよっていうふうな、そういったことが言えるんじゃないかと思います。で、このベータとアルファの構成の比率なんですけれども、これ見るとですね、ベータによるリターンの構成比率は、少しはあるんですけれども、ただですね、それはあくまで少しであって、このコインベースのリターンの大半の部分っていうのは、このコインベースの独自の値動きによって、達成できた分のリターン、この場合はあんま嬉しくないんですけども、それでマイナスこぶっちゃった分のリターンですよっていうふうな、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。で、このベータとアルファはですね、あくまで理論リターンというふうな形ですので、それなんで、じゃ実際に SPY が上昇したときと下落したときに、このコインベースってどういった値動きをしていたのか、そいつを確認していきたいと思います。で、こいつ見るとですね、基本的に、ここの、単日から3ヶ月までの期間においては、SPY が上昇したらば、このコインベースは、その SPY よりも、大きく上昇していたってことが、わかるんじゃないかなと思います。またはですね、これ、6ヶ月以降になってくると、SPY が上昇していても、6ヶ月だと、コインベースはそれよりも全然小さい幅の上昇幅に留まっていて、で、なんならば、ここの9ヶ月と1年、これに関して言うと、SPY が上昇している中で、このコインベースは大幅に下落してってことが分かるんじゃないかなと思います。で、お次にベンチマーク下落時の平均値段も見ていくんですが、これはですね、一様にこの SPY が下落した時にはですね、このコインベースは SPY よりもはるかに大きな下落幅を記録していたってことが分かるんじゃないかなと思います。とりあえずこれがSPY が上昇時と下落時の平均値段で、これで SPY との比較は以上になります。で、お次にやっていくのがですね、この SPY ではなくて、ナスダック100のインデックスファンドである999ですね。こいつとの比較をやっていきたいと思います。ではまず平均リターンから見ていくんですけれども、これ見る限りはですね、さっきと同じような感じではあるんですけれども、この999自体もそもそもこの期間調子が悪かったんですけども、その999よりもこのコインベースっていうのはリターンは悪かったってことがわかると思います。ただこれ、1年間の平均リターンが999でさえマイナス16.96なので、それなので、この計測期間っていうのはですね、基本的に、ハイテク株市場っていうのは、めちゃくちゃ不調だったよっていうふうな、そういった形になると思います。では、お次に見ていくが、平均で配当利回りなんですけども、
まあ、これは、コインベース出していないので、999の配当利回りがどのくらいだったって形なんですが、さっき SPY がだいたい1.40%だったんですけども、1年間の配当利回りが。これ、999の場合は、1年間の配当利回りが、その約3分の1の0.55%なので、まあ、それなんで、基本的に、この999っていうのは、配当は全然出していないなってことが、確認できると思います。で、お次にリスクの大きさを比べていくんですけども、これもさっきと同じような形で、この単日から9ヶ月、これについて言うと、コインベースの方が999よりも圧倒的にリスクは高いんですが、ただ、1.5年、1年と1.5年に関して言うと、コインベースの方が999よりもリスクは低くなっております。で、お次にシャープレシオを見ていくんですが、まあ、これは明らかにコインベースの方が999よりもシャープレシオは低いんですが、ただ、そもそもこの期間も999はシャープレシオがマイナスに突っ込んでいたみたいです。で、お次に相関係数見ていくんですが、これ1.5年が0.10と、まあ、ほとんど無相関というふうな形になっているんですけども、ただ単日と1年、これで見てみると、結構999との連動性も高いってことがわかります。で、さっきの SPY との比較よりもですね、この相関係数は高くなっているので、まあ、それなので、どっちかっていうと SPY よりも999との方が連動性が高いってことがわかると思います。で、お次にリスクバイアス見ていくんですが、まあ、これは1年と1.5年を除いては、基本的にはこの999よりもリスクが高いってことがわかります。で、お次にベータ値なんですけども、まあ、基本的にこいつもですね、ベータ値自体は割とあるってことがわかると思います。じゃあ、ベータとアルファのリターンどうなっているのかっていうと、まあ、さっきと比べてですね、このベータによるリターンの構成がですね、上がっているので、まあ、それなので、SPY と比べた場合には、999と比べた場合の方が、その999のマイナスの影響を受けて、このコインベースのマイナスの分っていうのが発生したっていうのは、まあ、あるんですけども、ただ、基本的にはコインベースのリターンの大部分っていうのが、このコインベースの独自の値動きによって発生しちゃったマイナスですよっていうような、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。で、構成比率で表すと、こんな感じになっていて、まあ、それなので、基本的に50%を超える部分については、このコインベースの独自の値動きによって発生しちゃったマイナスなんだけれども、ただですね、まあ、下が2%から上が45%に関しては、基本的には999がそもそもこの期間不調だったから、だからマイナスが発生しちゃいましたよっていうふうな、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。じゃあ、実際に、これ、ベンチマークというか、999が上昇した時と下落した時どうだったのかって話なんですけれども、これですね、この単日から3ヶ月に関しては、999が上昇した時には、それよりも高いリターンが出せてはいるんですけれども、ただ、この6ヶ月から1年、これに関して言うと、999が上昇している中で、このコインベースは6ヶ月に関しては低いリターンで、9ヶ月と1年に関しては逆にマイナスのリターンになっているってことがわかるんじゃないかなと思います。じゃあ、999下落時はどうだったかっていうと、これは一様にですね、999が下落した時にはですね、このコインベースはそれよりもはるかに低いリターンというか、はるかに大きな下落幅を記録していたってことがわかるんじゃないかなと思います。とりあえずこれがベンチマーク下落時の平均リターンで、で、これで動画は以上になります。はい。というわけでご清聴ありがとうございました。こんな感じでやっておりまして、リクエストとか質問とか感想とかあったらですね、お待ちしておりますので、コメント欄に書いていただければと思います。で、あとですね、最近こうやってグラフも付加してですね、動画を撮り始めたんですけれども、これちょっと見づらいとかですね、まあ、ここは見やすかったとかですね、まあ、そういったフィードバックもいただけると嬉しいです。で、これ最後になるんですけども、今後の励みになりますので、この動画役に立ったなとか面白かったなとか思っていただけたらですね、高評価とチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はい。というわけで、今回は以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。